はい。えー、三田隆之のなどこと株大学本日も始めていきます。今撮影しているのがですね、11月9日の18時40分、6時40分ですね、えー。このチャンネルはですね、株式投資で勝率を上げていく考え方やチャートの読み解く方をお伝えするテクニカル専門のチャンネルとなっております。まあ、毎日で日経平均の解説や銘柄解説をしておりますので、ぜひ参考にしてみてください。で、僕のやり方というのはね、基本的に1日10分の投資法となっております。そのあたりのね、考え方とかメルマガとかに書いてありますので、ぜひご覧いただければと思います。 ということでですね、まあ、本日もですね、まあ、早速相場がとてつもなく動いていきましたということでですね、日経平均を見ていこうと思います。でですね、日経平均、今もう、あれですね、ちょっとよ、まあ、予想、予想してたっていう、ま、して、してじゃいたんですけども、まあ、まさかの、まあ、過去最高と。まあ、やっぱ大統領選、 後ってすごく、何ていうんですかね、伸びるんですよね。まあ前回の4年前からしたら、まとんでもなく伸びたんですけども、まあそれと同じような感じでですね、まあマーケットの期待がすごい高まってるのかなというような感じで、とてつもなく伸びました。で、どれぐらい伸びたかというと、過去、えっ、ー、と、僕が遡った感じで,ですね、過去30年で、あ、30年は言い過ぎですね。まあでも30年弱でもう最高値ですね。最高値を更新すると。いうような感じです。要はバブル期の水準、 なんですよね、次の,の。なんで、あんまりテクニカル分析当てにならなくなっちゃうので、なんでよくあるのが、これどこまで伸びるんですかねみたいなのあったりするんですけれども、正直わかりません。ただ、わ、うん、か、まあ、一つわかるのが、まあ、すごい勢いで、要はギャップアップしてるまですごい伸びているので、かなりやっぱマーケットとしては高いよと。で、まあ、今日ね、一応2万5千円ぐらいのところで上髭引いたんで、一旦調整は入るんじゃないかなっていうところですね。調整なで、あの、一旦下落なり、ま、2万5千円前でちょっと揉んだりっていう感じですね。 うん、まあ、入るかもしれないですけど、とにかく買いがだいぶ強いよと思っていただけたらすごいいいんじゃないかなというような感じですね。なので、これですね、まあ見、見ていければわかるんですけど、これ、例えば、あの、いろんな証券会社の、あの、足ベースだったらすごいね、出てくってくれるんで、わかるんです過去、過去最高値なんですよ。で、こっから、この前って、あの、本当にバブルの時代なので、もうほとんどの、まあ、ちゃまあ、例えばこれね、楽天さんのもう、やつだとデータすら残ってないぐらいだ。 っていうような感じです。まあ、なので、一応なんか相場としてはですね、一旦、まあ、調整入ったりするんじゃないのかなと、ちょっと思ったりはしてるんですけれども、うん、っていう感じです。まあ、一気にね、伸びて、まあ、日本経済もね、まあ、伸びてくれるにはいいこ、いい子、いいに越したことはないというような感じです。はい。 なので、えっ、ー、と、まあ、今週自体はど,どう見ていけばいいかっていうと、とにかくですね、買いが強いよと。買いが強いので、うんと、なんだろう、まあ、無理してね、売りエントリーしていかなくてもいいよねって感じですよね。なんで、まああの、会社によっては決算があったりいろいろあると思うんですけれども、一、え、応、っと、なんか、あの、マーケットの全体像で言うのはかなり強い状況だよと。まあ、今更入れるのはどうかなっていうのはありますけれども、だいぶ、あの、強めですよね。だ昨日、昨日というか金曜日とかに僕も仕込んではいるんですけど、またそういう時にね、できていけると、すごい良かったりするんじゃないかな、いうような感じです。 はい。じゃあ、ということでですね。まあ、本日もいろんな、まあ、コメント、今回もいただきましたのでね、えー、やっていこうと思います。なんか僕の方が、なんか、これ、こういうチャットっていいよね、みたいなのがあったら、まあ、その都度ですね、まあ、やっていこうと思いますので、ね。はい。ちょっと今日はそのコーナーをお休みということで。じゃあ、ちょっとやっていきます。はい。ということでですね、まあ、先日の動画にまたね、やっぱいろいろな、なしといろいろコメントを流していただいたので、そのね、ちょっと回答していこうかなというふうに思っております。えー、ちょっと隠れでしょうかな。これぐらいもう一個か。はい。ということで、 やっていきましょうか。えーとですね。11月6日ですね。まあ、前回の動画、金曜日に上げましたので、まあ、そこから見ていこうと思います。はい。えーと、いうことでいきます。えー、しょっぱな。えょうョいさん、えー、ナヌキューダネニンテンドー、ニンテンドウ本日空売りしました。まあ、24分前なので、今日ですね。今日やりましたと。 えっと、2回目の5日戦、20日戦が、えっ、ー、と、弾かれた。ま、あ逆円の形でしょうね、これね。えっ、ー、と、相場転換だと思いましたと。ま、あ解説をお願いします。797、7974、ニンテンドーどんな銘柄だっけまあ、ニンテンドーそのものはね、あの、結構、あれが高いですからね、あの、金額が。ニンテンドウ。7974。はい。 ああ、なるほどですね。まあ、要は、先ほどのやつだと、1回目タッチがここで2回目が売りで。まあ、だが一応、なんか今の相場状況的にはどっちかって言ったら売りっていうよりもなんか買いなので、あんまり売りで入れるつもりじゃないですがまあ、でも見方としてはそうですよね。要はここでエントリーをして、あ、ここでって、ここで1回目タッチして、また下がってきて、まあ、2回目こうやってぶつかって、これタッチして。っていう感じでね、結局、まと、あ、これぶつかって、上上がっていくかなと思ったら、結局陰線で下げてるっていうような状況なので、 まあ、これ自体は、チャートとしてはね、別になんか、空売り入れるのは全然ありかなーっていうようなところです。まあ、ただなんか、20日線の、なんか、もうちょっとね、右下向いてほしいんですよね。うん、まあ、でも、入れるタイミングとしては全然、まあ、ただ、正しいって言いかないんですけど、まあ、ありかなというふうには思います。なので、別に悪いとりあえずにはなんないんじゃないかなと。いうような感じですね。はい、じゃあ、次行きましょうか。えー、次。うんと、これ、書籍のやつですね。もしかしたら、図が違ったりしてるかもしれない。それはもう、すいません。なんか、そういうのは、て、あの、 確認します。ありがとうございます。ええー、とですね、あとは <laughs>、終わるの早くないですかね。まあ、いろんな人がコメントしていただけると、ちょっと長めな動画になります、ぐらいな感じですかね。はい。じゃあ次行きましょうか。ええー、と、ポンコツ番さん。えー、良品計画。えー、っと、今週はじめから、あ、これはあれですね。あのー、僕が良かったなあってやつですね。 でちなみに、えっ、ー、と、良品計画はですね、あの、めちゃくちゃいいチャートになってるんで、多分入れてる人は今日入れてるんじゃないですかまあ、終わった話なんです全然ですけど。あの、良品計画、良品計画。こんな感じのチャートですね。もう超綺麗になってます。なので、あの、僕、多分昨日、昨日っていうか、先週の時点でね、これ見ていくといいですよ、みたいなことをちょっとお話ししたと思うんですけども、まあ、これ自体はもう、チャートの形では完璧なんで、まあ、入れるとしたら今日ね、今日入れてるでしょう、というような感じです。 はい、えー、じゃあ、それと、もう一個質問行きましょうか。えー、質問回答。はい、え八、ー、8630。えーっと、ソン、ソンポホールディングスっていうのかな ?8030。えー、11月6日に買いエントリーしました。三角持ち合いの感じですが、えと、ー、そこで、ね、切り上げ20日線支えられて、下髭陽線えー、5日線上向きが反転が主な理由です。えー、三角持ち合いと周足の微妙なディスクを考えていると思いますが、いかがでしょうかってことで、まあ、買いましたっていうやつですね。見ていきましょうか。結構ですね、やっぱ。 うこうやってね、いろんな人がコメントしていただけると結構ね、あれですよね。面白いですよね。はい。ああ、6日だからこっち、こっちかな。あー、全然、もうチャッととしてはすごい綺麗ですよね。はい。もう全然 OK だと思います。あ、まあ、ただ、まあ、なんだろう。なんかちょっと若干、あこれ、上昇してきたのか。上昇してきたんだったら全然いいかな。で、エントリーして、うんと、なんだろう。まあ、一応今、前回高値に近づきつつあるんで、まあ、次の陰線だったりとか。あ、だから、あれですねだから。 あの、こっちがダブルトップみたいな感じになってるよと。まあ、ざっくりとですね。なので、ね、ここ抜けない可能性とは全然あるので、なんで、まあ、あの、明日あたりにね、まあ、例えば要線とかで、こういうタッチとか陰線とかでこの辺来たら、一旦利確すればすごいいいようなトレードになると。まあ、下落しちゃったらごしょうがないですけど、ね、まあ、エントリーのタイミングがかなり綺麗なんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃ次、えーっと、和樹さん、えー、3時間前です。 まあ、両品計画超いい形も、ほ超いい形はシステムも、なんか予想通りな感じっていう。ね、ああいう感じになってくるといいですよね。はい、では次、えーっと、なんていうの六ゼロ6036のキー,キー、キーパーっていうのかな。え二、ー、20日線と5日線の向きと並びがよく、高値チャンスだと思うんですけど、どうでしょうか明日決算ですから。まあ、決算のね、やつよ、まあ、たまに聞かれるんですけど、まあ、テクニカル的に、決算だからなんちゃらっていうのは、そ そんなに気にしなくても正直よかったりするんですけど、もちろんたまにイレギュラーはあるんですけど、えー、っと、あなんかちょっと直近の日経平均みたいな感じですよね、あんまりこういうの好きじゃないんですけど、要は、さっきもそうなんだけど、これもだから1回目、2回目、3回目って言って、は何かっていうとトリプルトップ作ろうとしてるんですよね、これね。なので、こういうところっていうのは、要は上値をどうしても固めちゃう傾向にあり。 ただ、だから、これで入れるんだったら、高値を超えた時に入れていくっていう方が、要は三角持ち合いの考え方からしてもいいんですよ。要は三角持ち合いだから、こういう感じですよね。そこにこう切り上がっていてっていう感じになるんですけれど、ただ別にこれって、なんだろう,うん、そうなんですね。これ弾かれてしまった場合って、別に上がるかって言ったら別にそうでもなかったりするので、まあなんかちょっと難しいよねっていうところですよね。なんで、エントリータイミングで多分一番いいのは、おそらくこの高値を超えていった時っていうのが一番理想的なんではなかろうかというような感じです。 はい、じゃあ次行きましょうか。えーと、はじめましてと。えーと、なんて呼ぶんだろう。ちょっと読み方がわかんない。はい、えー、6641。6641ですが、えー、下落からの相場判定ですが、11月5日に5日線を超えて要線が出ましたと。 え僕の考え方で言うと、11月5日要請で確認して6、6日の4に寄りで入るのが成功なんでしょうかもしくは5日の引けで入っていくのが正解なんでしょうか多分書いてたと思うんですけど、あれです。僕だったら引けです。5日の引けで入っちゃいます。なんでかっていうと、6日の寄りだと、寄り付けだと別に悪くはないんですけれども、あの、ギャップアップ、ギャップダウン。要は窓開きですね。窓開き起きてた時にエントリーできないというか、ちょっとしづらいよなーっていうのがあったりするんで、なんかちょっと微妙ですよねーみたいな。 感じですよね。まあ、なんで、そのあたりをいろいろ、まあ、もろもろ考えると、まあ、どうなんでしょう。というような感じです。はい。えー、ちなみに、まあ、6 6 4一ってどんなチャートかというとう、チャートの予習復習は全くしてないですかね、六六四、ね、6 6 4えー、っと、あー、この時っていうことですね。まあ、なんかチャート的にはあんまりいい形じゃなさそうですけど、まあ、でも入れるんだったら僕はより、あ、より好きで、大引けですね。大引けの時間ちょっと前。大引けになっちゃうとね、どうしてもバイバイできないので、というような感じです。じゃあ次行きましょうか。えー、っと、ナンシーさん。 えっと、上品計画インしました。ね。なんか、多分ね、YouTube で僕思うんですよ、これ。あのー、これなんか皆さんがやるかどうかわかんないですけど、いろんなコメントを僕が取り上げていって、いや、これいいですね、とか言って、まあ皆さんが買うのは勝手な自由ですからね。まあ、だから、なんかいろんな銘柄をね、こうやってバン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 上げていった方が、もしかしたらね、いいのかもしれないと。<laughs> まあ思いながら。まあ、ちょっとコメントでね、皆さん、あの、楽しんでいっていただければと思います。はい、えー、っとですね、6976。対応、なんちゃら、これなんか、 もうちょっと僕見てた銘柄なんで、悪くないと思います、これ確か。えー、本日、前回高値を超えて上昇したんですが、これぐらい大きな要請が出た時って、一旦下がる気もしてるんですけど、と。えー、陰線が出たら手じまいっていう感覚でよろしいでしょうかそれとも全、えっ、ー、と、全体相場の買いが雰囲気、全体相場買いの雰囲気なので、5日戦と日を判断すべきでしょうかどうぞよろしくお願いします。ということで、これ多分、理覚のタイミングだと思うんですけど、ちょっと目があったっけの、6 7 あ、はいはいはい。えっ、ー、と、だ入れるとするならここですよね。ここでエントリーしました。もう完璧ですね。はい。もう超綺麗な絵の型です。で、超えました。で、超えた場合はもうこれ、えっ、ー、とですね、全然保有してて問題ないです。前回高値を、えっ、ー、と、超えていきました。だ一旦調整が入るような陰線だったら、まあ一旦利確。ただ、あの、まあよくあるのが、まあ別にここで追加買いでも全然いい、え追加買いっていうか、ここで本エントリーしてもいいような感じですよね。このチャートだったら。なので、まあ今、買いがめちゃくちゃ強い相場っていうのもあるし、 多分調整入るとしたらこういう調整だと思うんですよ、おそらく。だこういうような感じだったら一旦自覚してもいいかな、っていう,いうような感じですし。まあそこは全然、なんかお任せっていう。僕だったらぜあの全然、もうここで自覚する理由は特にないので。っていうような感じですかね。はい。そんなふうに思っていただければと思います。はい。じゃあ次行きましょう。えー、TT さん。えー、銘柄メーシお願いします。え3、ー、2305、23スタジオ、アリスですが、 えー、上昇から横への形成そうな形で、節目の2000円の、えっ、ー、と、近辺というのもありあ節目を超えたらエントリーを考えていますが、節目付近の横へのはリスクが高いのでしょうか、と。あー、なるほどっすね。ちょっとこれチャット見て、見てみましょうか。えっ、ー、とですね、確かに、節目のところの金額の、あれって結構あれなんですよね。あの、超えづらかったり。あ、多分、だからこれ言ってるのは2000円が今節目の、しかも前回高ねっていうような感じなので、うん、うん、だここですよね。 でどうなんでしょうっていう感じなんですけれども、うん、まあ入れるとしたらこの6日の日ですね、6日の日にエントリーっていうのは全然ありで、うん、まあでもどうだろうな。例えばこれが一気に超えて、これあれなんですよ、横絵の方の特徴として、横絵の方って超えないこともあるんですよね。ただ超えた時の期待値って結構高いんですよ。こっから行って、要はあの、まあ、越えるときって一気にドンって行ってくれるんで。 まあすごい、ね、あの利幅が大きくなるんですよ、ね、だからそれを見越していくとすごいよくて、もちろんこの横円のディ、まあ、スク、リスクって言い方変ですけれども、あのここは例えば今回だったら2000円ですよね、2000円という節目を全然超える気が全く <laughs> なさそうなので、なので、なんかあの、ちょっと入れあの、なんだろう、一気に取れるけれどもあの上、上がっていかない可能性っても全然ある。ただ上がらなかった場合っていうのは、おそらく20日線にぶつかっても、ね、20日線に陰線でぶつかって手舞いみたいな感じなんで、まあ、別になんかそんなに、 な、なんですかね。まあ、ディスクリワード的に悪いわけじゃない。だから僕は結構入れがちな傾向にあるんですけど、うん、まあ微妙なラインですね。まあ入れても全然いいんじゃないかなっていうところだったりはします。ただ、ね、やっぱ節目の金額、いや2000円が上値を固めてるっていうところなので、まあそこのデ、ね、ィスクをちゃんと、なんだ背負ってエントリーしていかなきゃいけないというような感じです。なので、まあ正直どっちでもいいよっていう感じですね。まあこれをディスクだと思ったら入れなければいいし、一つのきっかけですよね。あの、これが、例えば前回高値もその辺でしたってなったら、まあなかなか、 うん、うんちょっとね、二の足踏みがちだし。じゃそのあたり、ちょっとなんか、うん、総合的に考えていけるのがすごいいいんじゃないかな、と思います。はい、じゃあ次行きましょうか。えー、チュンチュンさん、ご協力お願いします。えー、9514の F、F ンですが、えー、上昇後下落し、えー、25日 MA で反発し、昨日の、えー、5日戦で、陽線が出て、確認できたので、入ろうかと思ってます。ま、いわ5日か6日の時点っていう感じですね。 じゃあちょっと、まあ、見ていきましょう本日、943円でインチしました。今日、今日インチしましたってやつですね。まあ、どうなんでしょう。ちょっとチャートの形が。ちなみに僕は25日線はね、特に見てないので、なんとも言えないんですけど。9514、F オン。あー、なるほどさ。あ、でも入れるんだったら、やっぱり、まあ、こっちかな。947円のところだから。だからこの辺レントリーしたんですかね。まあ、全然それならいい気がする まあ形としてはすごい結果良かったですね。なかちょっと俺5日戦があの20日戦の下に潜り込んじゃってるっていう感じなんで、まあ少しだけに微妙だったかもしれないんですけども、うんうんうん。まあでもエントリータイミングとしては全然悪くないかなっていうところですよね。ただなんか急に出来高が出来た感があるんだけど、これ、あ,あ、そうでもないんだ。うん、まあ全然綺麗な、ああそうですね。なんかこの辺とか出来高が10万ぐらいなのに急に出来高出来た感があるんで、なんかあったんでしょうね。 まあでもエントリータイミングとしては別に悪くないですよね。ちょっと5日線こうやってやっぱ潜り込んじゃうとちょっと微妙かな、みたいな感じで。で、例えばこれ今日みたいのって、前回高値、まあ丸没なんですけどね、丸没なんですけど前回高値のところにぶつかったところなんで、例えばこういうタイミングってのは半分で隠してあげるとか、ね、なんかそういうことをちょっと資金管理テクニックとかでやっていくと、あの、利益は残していけると。僕は結構そういう傾向にありているというような感じですね。はい、じゃあ次行きましょうか。えー、っと、まあこれが最後かな。まあなんかここは日経平均が、ね、あの、 どうなんでしょうみたいな感じの話だったんですけど。まあまあまあっていう感じですね。まあとりあえず、えっ、ー、と、まあこんな感じでですね、コメントいただければですね、まあ一個一個返していこうと思いますので、まあぜひね、えっ、ー、と、いろいろなコメント、皆さんお待ちしております。まあ本当にですね、なんか、あのー、あいつ結構、 まあ、こここだけの話って言い方変ですけど、自分がこういう風に何らかの形でコメント残していただけると、その銘柄って間違いなく見られるので、やっぱ注目される銘柄ってね、あの、まあ、いろんなところにから注目されれば、もう当然のことがら市場が動いていきやすくなるので、まあ、別に僕が動かしてるってことはさらさらないんですけども、まあ、こういう風にですね、ま、乗っけていただけると、いろんな人が見れて、あ、こうなんだな、あ、だな、あ、なんだなっていう、なんかね。 勉強材料だとか、また相場に、ね、お金が入っていく一つの材料となっていきますので、ぜひね、いろんなコメントをしていただければ僕としてもすごい嬉しいなと思っております。ということで本日の動画はここまでになります。この動画も良、ね、かったなと思ったらまたチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価ボタンもぜひよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。LINE、Twitter、Instagram のフォローもお願いします。それではまたお会いしましょう。